野口秀夫は医者になるためにもらった援助金をたった2ヶ月間でお酒や女遊びで使い果たしてしまった。遊びでお金を使い果たしてしまった野口秀夫は知り合いを昇給させその知り合いから多額の援助を受けていた。そのお金も使ってしまった野口秀夫は医者を目指す女性に結婚を申し込み結納金を受け取り そのお金でアメリカへ留学をした。野口秀世は、その女性のことを、顔も醜く、額もない、と散々悪口を言っていた。